This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about? He's of course Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えて良いのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林、HMS City Japan。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。が、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となると、この人物は誰かということですけども、
カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして固めのマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは固めの神でした。そしてその顔にシャマーシュイエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この3人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュイエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロードアイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは3人の神を合体させ、永遠の神ロードアイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神ロードアイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マースアイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまり
レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. Two Jesus. One is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. 林浩のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドックです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広島やし、浜松シティ、ジャパン。イエス、キリスト、二人説です。今ご覧いただいている表の中で、赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス。そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダ・ヴィンチは
イエスの洗礼の絵の中に三人の神を描いています。シャマーシュイエス、このシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあ、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますから、キリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めの丸時計とつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあ、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドックの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドックと、そしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明については、それぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくもこの左と言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイゴン、なあち永遠の神、ロード・シュ・アイゴン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドクと、そしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。The artist named Leonardo da Vinci didn't even exist. The name Leonardo is anagram of Mars Iron, the eternal god of Mars. The name Leonardo da Vinci is also an anagram of Andrea del Verrocchio, who was said to be Leonardo's master. Leonardo da Vinci という芸術家は存在すらしていませんでした。レオナルドという名前は火星の永遠の神マースイオン、マースアイオンのアナグラムです。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はレオナルドの師匠と言われていたアンドレア・デル・ベロッキオのアナグラムです。 The portrait of his young daysis Luca Signorelli's face with a large nose and thick beard. The portrait of his old age is a fake image made based on Kane's face. また、レオナルドの若い日の肖像画は、ルカ・シノレッリの顔に大きな鼻とヒゲをつけたもの。年老いてからのレオナルドの肖像画はカインの顔を元にして作られた偽肖像画。 In addition, Leonardo's death date was created by extracting numbers from 7750 to 7 hidden inMichelangelo Buonarroti's The Battle of Cascina. Leonardo was still alive when Michelangelo painted The Battle of
キャシナ。さらにレオナルドの死亡日はミケランジェロの The Battle of Cascina、 カシナの戦いの絵の中に隠されていた775027から数字を抜き出して作られたものです。ミケランジェロが The Battle of Cascina の絵を描いた時にはレオナルドはまだ生きていました。そしてレオナルドが描いたといわれる絵画はどれも人間には描けないものばかりです。 For these reasons, with other reasons together, I came to the conclusion that the artist named Leonardo da Vinci did not even exist.That is to say that there is no evidence that an artist named Leonardo da Vinci, a human being, existed.以上のような理由と他にも理由がありますが、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は存在すらしていなかったという結論に私は達しました。レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家、つまり人間が存在したという証拠はどこにもありません。 In other words, Leonardo da Vinci's works were painted by the god King Christ. There may have been a human being and an agentwho was going back and forth between the God and the human world. However, the artist, Leonardo da Vinci, did not exist. 言い換えると、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前で発表された作品は、神、カイン・キリストが描いたものです。その神と人間世界の間を行き来していた代理人としての人間はいたかもしれません。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家、人間芸術家は存在しなかったということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
One day, you humans will come to discover this fact. The time when you know this fact will come. Someday, far, far future. Far ahead, far, far future. Your descendants and their descendants and their descendants and their descendants. The time will come when your descendants will leave this earth and jump into space. Then you humans will know this fact. Then you humans will find the number 51 in this picture. 51, in another word, in the Jewish gematria, that stands for Mars. You will know what the number means. For that time, I write the number 51 here in this picture. For that time, I draw the panoramic view of Mars in this picture. Distant, distant, ancient times, Mars also had air and water. There were rich rivers and lakes. Under the white clouds was the sea. In the green forest, thick trees grow. Countless animals lived every day. I keep it as a record in this picture. You will see them in this picture. In other words, that is the time when you humans learn that this panoramic view is a Martian landscape. When you learn that this view is an ancient Martian landscape, then you humans will know what I was. You will also know who I was and where I came from. And at the same time, you humans will know what you are. You humans will know who you are and where you came from. You humans, you are my son and daughter. Someday you humans will know this fact. All in this picture, the one you may call now Mona Lisa. In other words, Mona Lisa is an anagram of Mars and the eternal god Ion. In this picture of Mona Lisa that combines two names, Mars and Ion. When you humans discover this fact, when you humans know this fact, someday, far, far future, you humans will know that you humans have not been alone. You realize that I have been always near humans with you. You humans will always be my son and daughter. In the name of Ion, the eternal god of Mars, you humans are my son and daughter forever and ever.